はいよろしくお願いいたします、えー、4月の14日、えー、金曜日でございますね、えー、夜9時になりましたので山は木からお送りしていきたいと思いますよろしくお願いいたします皆さんいかがお過ごしでしょうかみつるん <laughs> こんばんはなんか明日は雨だという <laughs> 明日は雨だという予報がれてるけど富士山こんばんはミミミリちゃんもこんばんはねえ明日雨かよみたいなねスーアさんもこんばんは <laughs> 今日はねお天気良かったのにね明日た藤沢ねえ勉強会勉強会じゃないかねエンテル講座ね雨でございますよラムネさんこんばんは。 おかしいななな晴れ男になったはずなんだよなプリンちゃんもこんばんはよっこさんもこんばんはあと明日はだって高気圧ガールの皆さんも <laughs> 参加されるはずだし <laughs> でもねちょっとね予報変わったんだよな最初ね豪雨って出してたんだよ <laughs> 一日中大雨みたいな感じだったのが雨に変わったからもしかしたらってねちょっと淡い期待を持ってるけどどうだろう <laughs> <laughs> まあ、あのー、ねえー、いらっしゃる皆様どうぞお足元ねご注意の上お越しくださいあの藤、ー、沢の市役所ですからね駅から北口降りてすぐ分かると思うんではいそちらになりますけどねね雨上がるんじゃないかなってちょっと思ってんだけどね、うん、勝さんこんばんはありがとうございますねしんちゃんママもこんばんはねもうみんなのパワーでちょっとねお天気を変えていきたいと思うんだけどね 何々にツる <laughs> 花が出てきた <laughs> どういうことだ <laughs> ねえキロさんもこんばんはモンチさんもこんばんはありがとうございますねまあみんなのパワーで明日ちょっと雨雲を蹴散らしてせめてね小雨程度に <laughs> 小雨程度にしてほしいかなと思うけどねまあ天気はねなかなかね難しいんですよ うん、天気を変えるということはね。うん、そうなんですよ。明日聞くわかった。<laughs> 明日ゆっくり話しましょう。うん、わかりました。よろしくお願いいたします。そう、それでね、えっと、明日は藤沢でね、エーテル隊のエーテル講座やります。由美子さん、お久しぶり。こんばんは。あのね、エーテル隊についてはっきりね、はっきりエーテル隊について詳しくね。 えー、説明していきたいなお話し,しててていいいいききたたななお話というふうに思ってますあのもちろんねあの使いますよアイ,アイマスクも <laughs> アイマスクもそうプリンちゃん電気はね変えられないね <laughs> 変えてはいけないねきっとねいやいやいやさんこんばんはありがとうございますしまみんもこんばんは。<laughs> だからしっかりねエ、えーテルイをね感じていただこうかなっていうねうそんな講座ですから楽しみにしていてくださいマリさんもこんばんはありがとうございますはいそしてねえっ、ー、と25日の火曜日は呼吸の講座3月にね岡山、えー、でやりました呼吸の講座をズームでねライブ配信いたしますのでそちらもお楽しみにしていてくださいえー、それはあれカードどうかいっちゃったの カードがどっっっか行っちゃった <laughs> これれれれだこれこれこれこ,れこ,れこのね、うん、このカードあの参加される方にはしっかりお送しますからねこれなかなかねなか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 のカードよ <laughs> ただの日の丸じゃないってね <laughs> マモさんこんばんはちゃんとねこのカードを使って覚醒する方法をね、うん、しっかりお伝えする、えー、呼吸の講座あのね呼吸ね大事なのよいろんなことで。 うん、いろんなことにね呼吸って使うんですよ実は。リッピさんもこんば,ばんは。うん。呼吸ってね意識して呼吸をすることによって僕らって全然変わってくるんだっていうことをね、うん、しっかりお伝えしたいと思います。呼吸の講座ね25日やりますのでね、えー、ちょっと興味あるなっていう方はねぜひお申し込みください。であの横浜でね講座出れた方も復習でぜひね、えー、参加していただきたいと思います。あの横浜でね言い忘れたことがあったのよね。<laughs> 一つ,つ言われつねたことがあるからそれもしっかりねあのズーム講座の方でやるんで <laughs> あのぜひね横浜出ながらいいやとか言わずに <laughs> あのよかったら見てください横浜出なかったねもちろん無料で見れますからね はいよろしくお願いいたします。一応申し込みしてね、あの、ズームの URL 送らなきゃいけないんで、あと、あの、時間なくて、その時間はいけないよって言っても、ちゃんとアーカイブが見れるんでね、はい、よろしくお願いいたします。あらとか言ってる。<laughs> <laughs> ちょっとね言い忘れたことあるけど付け足すんでメルキーちゃんもこんばんはよろしくお願いいたしますなので楽しみにしていてください三つ目入ってるオッケーありがとうございますヒロリンもこんばんはありがとうございますまあそんな感じでねで五月はねちょっとマイナス二十歳の体になろうっていうね、えー、あのボディーワーク講座考えてますからね5月14日です日曜日ね 母の日らしいんだけど大丈夫かなんあとねちょっといろいろいろちょっとね、うん、あの企画がポンポンポンと出てきてましてね、うんまあ、それもあの決まったらちょっとお伝えしたいなというふに思ってて、うん、なかなかね面白そうな企画が今こ、うんなのどうみたいな感じで、うん、お話が出てきているのでそれもグッとね煮詰まってきたら。 皆さんにね、お伝えしていきたいなという,うに思ってます。よろしくお願いいたします。はい。まあ、そんなわけでよろしいでしょうか。そう、マイナス20歳の体になるって、もうダメよ、みんな。<laughs> b b DDA じゃないからね、もう、ピーチーピーチよ。p ははピーチよ、みんな。<laughs> ね、うん。僕らはね、そう、今ね、ほんと時の流れが早いから。うん。 気のせいだからね今の数え年は <laughs> ギャルギャル <laughs> もうりっちゃんベイビー <laughs> 人生長くなったからねみんなね <laughs> そうそうですねまきちゃんこんばんは雨降ってきたそっち <laughs> いよいよ降ってきたか <laughs> やっぱりこっちも降ってくるんだろうなうんまあねまあいったんね浄化の雨ということでねうんあの雨も大事なんですようんいやいやさん、2 8夜止まってるいやもう あの止まってるっもうマイナス20歳イコールマイナス30歳これどんどんねマイナスになってくらしいよ。それだけでどんどんねそのね時間の経過が早くなるって言われてるから。だからもう そのうちマイナス三十歳、マイナス四十歳ってなってて、年取んねえじゃねえかっていうふな時代が来るからね。<laughs> みかんちゃんもうこんばんは。うん、もう、それが本当らしいですよ。うん、だ、いつまで若々しいんですよ。うん、だって、そう、本当、本当そうなんだ、だって <laughs>。時間が早いの、だって今日も一日早いも、もう、もう終わっちゃうんだよ、今日。<laughs> ね、だから、もうね、そう、一日一日が早いから、昔に比べたら、だって、昔な上がったもん、絶対なかったの、子供の頃。 うん、子供の頃なんてすっごい一チ日チ長く感じたもん <laughs> そうラお姉さんもね全然大丈夫生きた化石にならないから大丈夫今ね時間が早いからねどんどんとあの数え年はねうん取っていくだけでうん本当の,あの実年齢ねあの体の年齢は全然実はあの年取ってないんですよみんな勘違いしてたからねこれね うん、間違えちゃった。5月4日はね。藤沢でやります。藤沢でやりますので、ゆみこさんよろしくお願いいたしますね。マイナス20歳の体になろうっていうね。うん、ボディーワーク講座やりますのでよろしくお願いしますね。まあ、そんな感じでね。今日もね。早速本題の方に入っていきたいと思いますがね。今日はね。ちょっとね。僕もこれね。実はあるんだよなあっていうね。うんまあ、どういうことかっていうとさ。これやらなきゃいけないことってさ。 分かってるけどやれないってないいいそういうの <laughs>。これ俺昔っかなんだね僕本当にねもう子供の頃からだから夏休みの宿題なんてさもう本当にもう何ていうの31日にもう泣きながらやるみたいなさ <laughs> そういうのないみんな <laughs> ちゃんと計画性がある人ですってんですか皆さんは計画性がある人なのかなねちゃんと計画通りにやれる ミニーちゃんしょっちゅう飛ばましいカかちゃんもある <laughs> お兄さんもある <laughs> スワさんそするばっかり <laughs> キクマルちゃんこんばんは。ボンボン あのさ、やりたくないんだよ。<laughs> そうなんだよ、みつる、やりたくないんだよね。うん。アメリカちゃん、みんなそうなんじゃん。ねえ、みんなそうなんだよね。うん。足場にもやらない。よかった。うん。時々さ、その計画通りにきっちりやれる人がいるから、焦るんだけど、ねやっぱみんなできないんだよかったよかった。<laughs> だからさ、いいんだよ、できなくて。<laughs> 八重田さんもそうじゃんねえあのなんかさ夏休みの時にさ計画表みたい作らされなかったなんかあのねあれ作るんだけどさその通りになった試しがない <laughs> なんかそういうの昔あったよねその なんだっけ一日のさ行動スケジュールみたいな何時に起きて何やって読書読書の時間とか勉強の時間とかこの時間は遊びに行くとか「蘭子さんこんばんは」そういうの立てなかった計画作ったよねシールあったっけそういうのあったよね意味ないんだよ当そう全くもう初日からできないんだもんとに 作ることはつくんだけどあったよねひろりんねもう初日からいできないもんもう <laughs> だからね,からねちょっとね自分はダメなんじゃないかなと思ってた時あったの僕はね、うん、だからそのはようはそのね回避行動っていうさ、うん、ねそういうのってさ何だっけちょっとほらねあなたはちょっとここがおかしいのよ <laughs> みたいなのをさ。<laughs> <laughs> ねえそういうのをさ言われてしまうじゃん今なんかそういうの。でもさ日記の天気なんて <laughs> 適当に書いてたよね <laughs> 全部晴れにする <laughs> 夏だから晴れだろみたいな。<laughs> ねえだけどさやっぱりさなんていうのそれをさ今回避行動とかさそういうネーミングをつけられちゃってるんだよ。ねでそれが あれですよメンタルヘルスまでにね及んでいってしまってるっていうところちょっと僕はね調べてねびっくりしたんだけどあまんま自分じゃんみたいなさ <laughs> まあ今はねスマホで調べられるけどね昔は分かんないからねもう適当にうーんうんもだからさそのいい加減だったしまあ、今でもいい加減なんだけどねだからそのさやらなきゃいけないことってさもうだって もう大変なのよ、僕も。あ明日さ、その藤沢でさ、皆さんにそのね、あの、ブラジャーを渡さなきゃいけないから、もう、さっき、さっきまで一生懸命作ってたよ、これ。<laughs> ギリギリで作ってたよ、これ。一生懸命。一生懸命この袋に入れてさ、<laughs> ギリギリまでやってたよ、これ。<laughs> これね、これ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 。これ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 。 これね、これもさ、ねえ、あの、人数、参加していただける人数もさ、一生懸命夜鍋して作ってたよ、ほんと。よしみん、こんばんは。ね 本当にスポーツビラブラじゃないから、ね、これは。スポーツブラじゃないからね。これ、このなのさ、もっと計画的にもっと早く作っとくよってね、思われるんだけど、なんかね、そのね、スイッチが入らないわけよ、ね。<laughs> そこ、ここ、ここは違うからね、これエネルギー入ってるからね、これ。<laughs> うんうん。ね。そう。だからさ、<laughs> そう明日みんなに渡すのをさっきまで作ってたからねもうギリ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 本当にうん、ま、たそういうのってさもっと計画もっとやっときゃいいんだけどできないんだよな <laughs> そういうとこがだからいや僕も回避行動とかさ現実逃避のとこあるんじゃないかなってもう昔からだから仕方がないんだけどうんねえ ででいいでしょこの袋とかさこういうねこういう感じでうんあのねしっかりお渡ししようと思ってたんだけどさ <laughs> ねだからそういうのってさねもう,こう計画的にちゃんとやっていけばいいんだけどうんでじゃあねああしてやろうかなとかって言ったら で、ね、そういう時に限っていきなり仕事がさ、ドーンドーンって入っちゃってさ、ああやいやい一人でパニックになったりとかさ、ねそういう、やっぱり、ね、計画性がないんだよね、僕はね、本当に。だけどさ、それ、 ででさ、別ににいいいと思うんだだよね。ね <laughs>。高級感出てきたたしょ、袋にいただける <laughs>、ねうん、楽しみながらって <laughs> ちゃんとエネルギーを入れながらね一つ一つちゃんとねちゃんとエネルギーを入れながら作ったんだけどうんねだからさそういう何て言うんだろうなこう前もって前もってっていうのがさ ままあでももう終わったんで、明日はちょっとね、うん、あの、少し余裕ができた。もう、あの、塩も完璧だし、今んところ一応準備は万端。<laughs> これ、明日やってたらやばいね。明日やってたら、ほんと泣きながらやんなきゃいけなくなっちゃうから。明日じゃなくて、うん、今日ちゃんとそれは終わることはできました。ね。止まった一瞬、終わってる。大丈夫かな。うん。 ね、だそれはちゃんとできたんだけど <laughs> そう、うん、まあそこはね自分で褒めてあげる、うん、えくるくるしてる大丈夫かな、うん、ねそう明日じゃ間に合わないのよ本当。 でもさね前日にやるっていうねうだからそのやっぱりさ何とならもうその癖は全然抜けてないかなと思うんだよねたまに止まっちゃうなんだろうね <laughs> うんねえそうスイッチが入らないのよ、うん、だからね仕方がないんだけどさ、うん、<laughs> だからそれを回避行動とかさ言われちゃってさねえあの。 でもさその回避行動ってさあのいろんなのがあってねあの実はさその計画性がないとかさ、ね、土壇場に追い込まれなきゃできないっていうのもなんかその回避行動っていうね、うん、ことらしいんだけどもう一つはさそのトラウマがあってそういうことができなくなっちゃうっていうのも回避行動とかさね。 あの突発性不安なんとかとかさえそんなクルクルしてるこれ <laughs> 大丈夫みんな今日はボロボロ配信 <laughs> 大丈夫かなクルクル配信ボロボロ配信ですか <laughs> 見れてる皆さん大丈夫 <laughs> 大丈夫なのかなうんあの黒いあれがよくなってくなったら <laughs> <laughs> 大丈夫かな <laughs> そうトラトンはねうんトラトはねうん そう、だからさ、まあ、そういうのがさねあの、不安不安症状とかさね、あの、そういうのにも入ってっちゃってさなんかいろいろ難しいのあんなの EAP とかさ PD なんとかとかさね、あの、ADSL とかさ <laughs> ADSL だけだけささ <laughs>、ね、まあいろいろそう、病名してるとさなんかそこでさわわってこう。 ねえなってっちゃうんじゃないかなとすごく思ってそのなんか心理学とかねうんでもさうんあンコさんもやっぱそうンコさんはんかすごい計画性で、ね、<laughs> 思ってそうだけど違うんだ <laughs> うんだからさそこをなんかさあんまりそう病的に思わなくていいんじゃないかなと思うんだけどもただしやっぱりさトラウマが強いとそのトラウマを思い出してしまってそれができないっていうそういうねなんかその不安症っていうかさそういうのも回避行動の中にね 入ってきてきるらしいんですよで今夜はねちょっとそういうこともちょっとお話ししていきたいなと思うんだけどそのねやっぱりさその例えばさあのー、人前が苦手っていう人もいるじゃない人前に出るのが苦手とかさそれから人の前でお話しするのが苦手とかさそういう方いると思うんだよねで実はさ僕もそうなんですよほんとほんと実は苦手なのよほんと苦手だったのうん。 あのー、だって皆さんきっと僕の最初の頃の動画見てみればわかると思うけどいやもう慣れなんだよ慣れ慣れただけうんもうねこれね慣れたもん勝ちうんもう絶対そう思ううん誰でもできんだよきっと <laughs> まだまだ下手くそだけどねあのねいや本当だなのよ、うん、だって 俺、対人恐怖症だったからね、もう昔、本当に子供の頃とか、もう全然あの人見知りだったし、うん、もう退恐怖症だったし、だからまずね、変わったのはね、やっぱりね、夜のお仕事やってから、うん、やっぱだって黙っててもさ、<laughs> 黙ってたって面白くもなんともねって言われちゃうから、そこだよね、だからやっぱりさ、もうやらなきゃいけないっていうところに自分が追い込まれたってのもあるよね、うん。ねえ。 だからもう,なもうなんかそこでさ弾けたっていうかさ、うん、それができたけどでもやっぱり「硬い」ってあるのはなんでかなって考えたらさやっぱり、ね、うまくやろうとしてんのよ。うん、あのー、弾かきたくないとかさあるじゃないそういうの。なんかこうね例えばスピーチとか任された時にね、あのー、人を感動させようとかさ <laughs> うまく話そうとかさ、ね、そういう100点を狙っていくとこう緊張してるけどさ もう適当に喋りにしようみたいな感じでいくとさ別にそういう緊張とかなくてだって失敗したっていいんだしあごめん間違えちゃったってねえ言えるだけでもいいんだけどはけちゃったのよ、うんね、だから慣れたららななんんともなくくなってだだよね、うん、だから今こうやって勉強会とか皆さんの前でお話するのも、うん、あの何ともなくなったし逆に余計なことまで言っちゃったりとか。<laughs> <laughs> 言わなくて一個のまで言ってる時もあるかもしれないんだけどねだからこうやって YouTube で話すのも,もう慣れたのよ <laughs>。そう弾けちゃったの <laughs>。 慣れるもんなのよでもそこまではさやっぱりさやっぱり自分もやっぱさなんか追い込まれたんでなんかやらなきゃいけないなみたいなさねでやってらもうやめちゃいけないなみたいなさ、うん、そういうのとやっぱジレンマ葛藤いっぱいあったんだけどもう今はさなんか楽しくなっちゃってね <laughs> そうなんですわさ。さ そうあのね一回笑ってもらえるとねなんかね慣れてくるんだよね、うん、いやかぼちゃと思ってもねなかなかかぼちゃに見えないから <laughs> そうしんちゃんママ全然違う方向に行っときあるよ話してて。<laughs> <laughs> でもそれでもいいだから何て言うんだろうなあの前もお話ししたけど自分の嫌なところって逆にさ武器になったりするんだよね。で自分のこういうところを出したくないって自分を装うとさ本当に辛くなるんだけどもうば <laughs> っかでっなっちゃった方が全然楽なんだよね。<laughs> なんか変にさ、かしこまってさ、私はエネルギーのことなんでも分かりますよみたいなことやってるとさ、なんか質問されないからドキドキしたりしちゃうじゃん。身構えちゃうんだよね。でも別にわかんでもわかんないしって。ねえ、もうそのパターンでいくから、そうそう、ラムネさん、そう、もう失うもの何もないから。<laughs> そう。 そこまで開き直ってるからもうね。<laughs> そう。だからそれがさ、いや、いいんだよ。もう、キモくてもでも。だって嫌な人は見ないんだろうし、ね。だやっぱみんなに好かれようとかさ、みんなになんかね、感動してもらおうとかさ、いい話しようとかすると、すっげえ身をまえちゃうけどさ、うん、もう別にやっぱ楽しくていいんじゃないみたいなさ、うん、感じで、ね、言ってやれば、別にそんなにね、 緊張もしないしさ、でも終わった後に泣いてんだけどね <laughs> また今日もダメだったみたいな <laughs> またチャンネル登録が減ってるって <laughs> そういう時は泣いてるんだけど <laughs> 酔ってないまだまだ飲んでないプリンちゃん飲んだのは昨日飲んだ <laughs> ねだからさあまあそういうのでさそうねそういうのでさもうねあのー ねえその殻をぶち破っていっちゃえばいいんじゃないかなと思うんだよね。うんあやっぱりこうちゃんとやろうと思ってたからさそういう人って僕はねきっとねすごくあのやっぱり神経も繊細だと思うんだよね。うん、神経も繊細ででもそれって素晴らしいことじゃない。神経が繊細でさ、ね、みんなになんかこういい気持ちにしようとかさそういうことをさ思える人って僕は素晴らしい人なんだと思うんだよね。うん もうなんか <laughs> すみません <laughs> みたいなどうでもいい感じになっちゃってるよりもねえだから素晴らしいんだからさそれをこう隠す必要はもうないと思うんだよなうであとはね慣れだと思うしうもう僕はねこ,こ,この三次元ってねあのねあれだと思ってるんですよあのメンタルを鍛えるスポーツジム <laughs> もう完全にねここはね スポーツジムですよ、うん、メ,ンタルハメンタルトレーニングセンター <laughs> もうねもうガラスもねずっと割れてるとね硬くなってくんだよ <laughs> もうカッチカチになってくるから <laughs> カッチンカッチンになっちゃうからもうね、うん、あのもう別に傷つかなくなってくる多少のことで。<laughs> <laughs> うん、だからねもったいないと思うんだよなそこをさうんねでもヤヤヤさんでも繊細な人って僕は本当はねあのそれはエーテル体がねすごいしっかりしてるから逆にそれを武器に使っていった方がいいんだようんあの、ね、<laughs> 人の気持ちが分かんないとかさね人の傷ついても関係ないっていうような人ってのは本当にダメなんだよね。 だってみんなさあの修行してくね人たちっていうのはそこのセンサーを発達させたくてやってるわけでしょ滝に打たれてみたりさねいろんなことやってさねでもその,のもう繊細な人ってもう最初から分かってんだから <laughs> それは武器なんだよ、うん、だって人が考えてることわかっちゃうわけでしょね、うん、だからななそこがさ分かってしまうから自分が苦しくなるけどね そう。だから、それ分かったら、それをうまく活用していけばいいと思うんだよな。うん。勝さんもね、エアさんもね、活用すればいいと思うんですよ。うん。僕はね、そう切り替えた。僕もね、こういうのはね、結構エンパスだから、結構ね、分かるんですよ。い <laughs> ろんなことが。<laughs> 自分の思い込みかもしれないけど。だ前はそれがさ、こう、自分のね、うってこう、一歩でき出れなかったけど、逆にそれをうまく活用する。うん。それがね、今の仕事に役立ってんだから。ははははは。 ん、ね、これ <laughs>、うん。エネルギーの話したりで、ね、エントルー体の話したりするのにすごく役立つわけよこのこの敏感さが。<laughs> うん。そうだからそのねあのー、過激に敏感にする時とねちょっとそのもう緩める時とその中かねコツが分かったの自分は。<laughs> うん であとはやっぱりさなんていうのあのー、一つ一つさちょっとさ自分の成功法則作ってくのもいいよねうんそういやプーちゃんそうやってノートにメモとかしちゃうから緊張しちゃうわけよもう思いつきでいる喋ってるなんて全然 <laughs> 思いつきで喋ってればいいのよ、うん、まあそれがねパルスにつながっていくんだけどうん あのね何かこれを言わなきゃいけないとかねそういう風にするとね全くしゃべれなくなるよ、うん、いつもあこれ言おうと思ったのに言わなかったっていうことが結構あるから僕もだから今回の呼吸の講座もさ、うん、あこれ言ってなかったっていうのあるもん本当にだから、ね、ズームズームのライブ配信ではそこちゃんとお伝えしなきゃと思ってるんだけどうんねえ だからまあ、八重さん、それはね、やってったほうがいい。やってったほうがいい。どん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 。うん。もう失敗も恐れちゃダメ。失敗してのんぼだから、本当に。うん。いや、真っ白になったっていいの。だって真っ白になってずーっと固まってたっていいんだよ。はっはユミコさんは猫とは通じ合える。テレパシーで。<laughs> うん。だからさ、そのね、どうしてもこう、 行動できないっていうのはさ、本当に僕もよくわかるし、<coughs> うんわからんだけどもったいないと思うしね。うん、あのー、やっぱりさ恥かいてなんぼだし、うん怒られてなんぼだし。<laughs> ね、<laughs> 失敗してなんぼなのよ。本当にうん。さあ、ラムネさんなんとかなるし、うんで、ね。でも何もやらないっていうことが一番もったいないと思うんだよね。うん。 あのー、せっかくこの3次元来たんだからさ皆さんさ <laughs>、ね、もうここはもう経験体験の星だからさ、ね、ここででさ頭のの中で想像しててもダメなのよ、うんね、ここは頭の中で想像するんじゃなくて「暑い」とかさ「冷たい」とかさ「<laughs> 嬉しい」とかさ「悲しい」とかっていうのを、ね、自分で体感する世界だからうーんこれはきっと暑いんだろうなじゃあさ 触らないとかさあこれはきっと冷たいんだろうないや触らないとかさそういうんじゃなくてさどんどん自分でさやってった方がいいんだようんでね全然人が言ってることと絶対違うことあるからねうん、もう人の言うことって全然違うからさ「うみもださんこんばんは!うん」「暑いから寒い方がいいよ」って言われてさ「どれそんな暑くねえし」とかさ <laughs> そういうことあるじゃんねうん。 だからさ、もうほんとね自分でね体感していった方が絶対いいと思ううんねだからねそうはいンコちゃんそう行動の推しやりたいことはねチャレンジしていいんですようん。失敗したからってねうん、あの命取られるわけじゃないんだから、うん、<laughs> すんません <laughs> って言っとけばいいのよ <laughs> ね、うんもう開き直るみんなもうちょっとうん。あの、だってさ よくほら、人に迷惑はかけちゃいけませんって言うけどさ、もう生きてるだけで迷惑かけてるからさ <laughs>。ねえ、ほんとに <laughs>。 そんなのもうしょうがないんだよ <laughs> ねねうんその、ね、だから本当法律を犯すとかさそういうことをしろとは言わないけどもねでも自分のやりたいことをやることでさね迷惑がかかるなんて思う必要は全然ないと思うよ失敗されたから迷惑を失敗しちゃったら迷惑がかかるとかさねえそれはもう全然ないと思うんだよなうん。 ハはは、ハ水 <laughs> されたと思って食べてみてって言われて騙された <laughs> でもそれを食べてみてまずいってね気づけただけでもいいよねうんまずいってこういうことかみたいなさ <laughs> もちさんこんばんはありがとうございます、うん、赤津さんは自分の直感で生活してるいいじゃないですかそれでねうんあミモザさんねえもうみんなそう言ってもう,うやっても失敗だらけよ本当にうん 何が成功だから何が失敗だかもう分かんないからさ。<laughs> だってさ、もう一寸先は分かんないからね。うん、もうだってどんなになるからなんてさ、未来なんて絶対誰も分かんないんだからさ、今楽しまなきゃだめだよね。うん、ねえだって、うん、未来が心配ですからって言ってたら、今は心配することじゃないと思うよ。うん、ねえ もうだってしっかりさ今楽しんでればいいことじゃないのだってね未来がもっと良くなるかもしれないし、ね、どん底に落ちるかもしれないしそれはその時だよね。<laughs> <laughs> うん、まあだからどん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 ね動いていく行動していくっていうねやりたいことをやっていくっていうことで僕はいいと思うんですよね、うん、だから回避行動とかね、まあ、こういうのをねやっぱり調べちゃうといけないと思うんだよなもう今のこのだからネットの良し悪しだよね、うん、何でも病気になってるからさ <laughs> 何でもメンタルヘルス対策になっちゃうからさ <laughs> 全てがメンタルヘルス <laughs> ねえ。 全部がメンタルヘルス <laughs>。笑いすぎだからメンタルヘルス <laughs>。もうね、プリンちゃん、ブルーチーズ <laughs>、臭いでしょ。でもね、美味しいやつもあるのよ。僕が食べたのはね、俺あんま嫌いじゃないあのよ。あのチーズはすごかった <laughs> うん。みかんちゃん、成功か失敗かわからないけど、全部体験ってことだよ。そうそうそう。ね。だって、 人によって違うから。うん。そう。まあね。あの、人と同じこともあるけどね。うん。だって何が成功とか何が失敗って人によって全然違うと思わないそのレベルがさ。ねうん。俺は絶対成功したと思ってもさ、他の人から見たらさ、失敗かもしれないじゃん。<laughs> ねえ。なんとかですかランコさん、最近楽しいか楽しくないかで物事を決めてる。あ、素晴らしい。 それでいいですランコさんにザブト1枚 <laughs> 今日はランコさんにザブト1枚ねもうそれが一番ねバロメーターだよねうん、なんで楽しくないことをやらなきゃいけないのかってねうん、この有限という時間の中でさ楽しくやる、ね、時間を費やしていきましょうね、うん。 そう、勝ツさん、やりたいことやってるったらもう最高、素晴らしい。ね、うん。だってやりたいことはいっぱいあると思うし、やりたいことがないなんて言っちゃ絶対ダメよ。<laughs> やりたいことが分かりませんなんてさ <laughs>。ねえ、うん。やりたいことは分からないっていうのもさ、自分で探せってことだよね <laughs>、うんで。楽しいことがないんですっていうのはさ、自分で探せってね <laughs>。 から与えられるもんじゃないからね。うん、楽しいこととかさ、そういうのって自分が自分で探すことでしょう。だってわかんねえもん何が楽しいのか <laughs> そん<の>な人が <laughs> その人は何が楽しいなん <laughs> てわかんないから、もう自分が楽しきゃいいんじゃない <laughs> ね。僕はこれ楽しいことやってるから、うん、それでいいんですよ。<laughs> よくやるねって言われても楽しいんだもん <laughs>。頑張ってますねって言っ楽しいんだもん <laughs>。 頑張ってるっていうよりも楽しんでるって感じかな。うん、ねあの頑張るってうのはなんか辛いことやってるときは頑張るってあるかもしれないけどね楽しいことやってるときは別に頑張るっていうかもう楽しんでるの方かな。うん、そっちの方がいいから、うん、よくやるよねって言われるけど楽しいんだもん, <laughs>、うん。楽しいからやれるし続けられるかな。うん だからね、この配信も楽しいから続けられる、うん、もう今日で210回目ですか <laughs>、うん、もうね楽しんでやってるし、うん、で今日朝さ、あのー、朝配信やろうかなと思ったの早起きしたから今日ね、うん、で海岸まで行ったのよ、うん、ところがやっぱ春のね 5K 春の 5K 強風 強風がすごくてさ風がちょっとこれ何喋ってんか聞こえないかなと思ってやめた、うん、残念だったねうんぼボ,ボ,ボーボー風見ててさ <laughs> これはちょっとダメだってことでね、うん、もうほんと目も開けてらんないぐらい砂,砂,砂が待ってて <laughs> 残念と思ってさうん当やりたかったんだけどねなのであの朝の朝配信もね、うん あのやりますからね、うん、ちょっと砂走りでボーボー言ってると朝からうるせいって言われちゃう <laughs> ちょっとね、うん、まあやってみたいかなと思ってるし、うん、あのいきなりやるんでね楽し,く楽しみにしてるからさ <laughs> そう海風風強かったね今日ねそうせっかくちょっとね早く うんおこれはちょっとね朝ね朝配信やってみようかなーみたいな感じで、うん、出ててまあ家で出た瞬間に風強いけどどうかなーってどんどん海に近づくほど強くなってたっていうね風が <laughs> やべだって感じでね引き返してきましたけどもうんねそうなんですよランコさん明日は雨 <laughs> でも雨も楽しみましょうみんなねうんそう海はね風強いのもうねしょうがない <laughs> うん、だから朝配信もね、えー、またね明日の朝はちょっと雨だからね,、うんあのねえー、風があんまりなくて、えー、お天気で、ね「そんな日はねえぞ」って言われるけど <laughs> 私が早く起きた時は <laughs> やってみたいと思ってますので、えー、楽しみにしててください。 <laughs> いつやるとは分からないけどうんねみんなが忘れた頃にやるかもしれないけど <laughs> ああやややさんもう桜ねそうなんだそうそうそれもさちょっとあのね桜吹雪行こうなんて思ってたけどもう終わっちゃったみたい。な <laughs> かーかちゃんこんばんこばはお疲れ様でしたねーそうなんですよもう桜吹雪どころかもう全部なくなってもう「はざは,はざくら」っていうのなっちゃったみたいだからうん仕方がないねうんなのでえっ、ー、とねお天気が良くて風があんまり吹いてなくてね私が早起きできた時には、えー、海岸からね「グッドモーニング」 エブリバディタイトルは決まってないんだけど <laughs> タイトルは決まってないんだけどねあ今は花水木が綺麗花水木ってよくわかんないどんな花だか <laughs> 歌は知ってるけど <laughs> ねえいやミつるんだからあの散ってるところも行きたかったんだよな、ね、桜吹雪のところはね、うん、八重桜は咲いてるねだからちょっとそこができなかったんで、うん、だからまあねあの朝から配信 グッドモーニングエブリバディもちょっとね、えー、来週あたりやれたりありますんで、ぜひ、<laughs> ウィッキーさんじゃね、<laughs> ね、<laughs> 楽しみにして,てください。はいあの。いろいろやっていきますから。字幕も今ね、一生懸命つけてるけど、なかなか終わらない。<laughs> なかなか終わらないんですよ。でも、だいぶコツが分かってきたから、もうすぐ一本出来上がりそうな感じ。 うん、これも回避行動になってるのかな <laughs> やらなきゃいけないと思うとやらないみたいなねこそ <laughs> の癖を直していこうねえ本当にうんねえもうねえ関西はどうなってる <laughs> どうなってんだろう <laughs> と字幕は地味な作業なんですよ本当にうんどうだろうでもね、うん、まあそれはね別に嫌じゃないから。<laughs> でもね、やらなきゃいけないと思うとねちょっとこうね明日明日にしようみたいになっちゃうけどいやちゃんと今日もねこの配信終わった後にやりますよやって、うん、今日中に一本仕上げてはいあ、英語表記が出るようにねやってみたいなという,うに考えておりますのではい、そしてねその全世界の言葉に <laughs> この山かれが翻訳されるという <laughs>。 ねえどれだけの世界で見ていただけるかどうかわからないけどああか,かちゃんね大阪勉強会ですよねやりますよ <laughs> やります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 ,やります,やりますいろいろねちょっとね企画盛りだくさん中なのでね、うん、でも本当にあの絶対やるんで、うん、それだけは本当よ <laughs> 決まり次第 お伝えいたしますんでねよろしくお願いします本当はね今月行こうと思ってたんだけどねちょっと行けなくなっちゃってごめんなさいねうんねなので大阪勉強会大阪の皆様ぜひぜひね参加してくださいねよろしくお願いします決まり次第お伝えしますんでね3シーズン分かりました分かりましたねたっぷりたっぷりやりに行きますから <laughs> よろしくお願いいたしますそういやいやさんねやっぱね僕のね滑舌が悪いんだ <laughs> A. I. でも。A. I. でもね、ちゃんと。変換してくれてない、自動翻訳が。ねえ、あまゃんま。首は伸びてる、るわかった。ああ、見に行くから、ね、ごめんね、うん。え、辻堂駅近くに桜広場、え、そんなのあるんですか。さんえー、今芝桜が咲いてる、まもさんもいろいろ詳しいな。ちょっとわかんない、調べてみます、後で、うん。 まあねそんな感じで皆さんね、うん、あのもう当たってくだけようもうね、うん、あのねトラウマはもう仕方がないね、うん、大阪の紅生姜フライ食べたいあいいね蘭子さん <laughs> 大阪来ちゃう蘭子 <laughs> さんも <laughs> ねちょっと大阪のツアー行きましょうじゃあみんなでね、うん、じゃ早めめにちょっと日程を決めて いろいろねちょっとあるんですよね。北海道みがんちゃん <laughs> 去年行ったよね。うん、ねそうちょっとねいろいろまた計画を立てて今年もね、うん、今年ちょっとスロースタートになってからね勉強会あちこちでできたらいいなというふうに思ってますが東北も <laughs> いいね。<laughs> 去年ね、7月に仙台行ってるんでね、うん、東北も行きたいなと思ってます。青森行きたいんだよな、自分、個人的にはね、青森行って行きたいなと思うので、うん。まあ、あの、需要があれば、需 <laughs> 要があれば、行かさせていただきたいと思います。北陸ね <laughs> で、行って、あの、行っても、あの、一人一人だったらそうでしょ。勉強会行って言って。 参加者、カ、え、ツ、ー、さん一人とか <laughs>、やややさん一人とか <laughs>、個人、個人勉強会になって帰ってくる <laughs> それはちょっと寂しいんで <laughs> ね、ねよろしくお願いいたします <laughs>。はい、カニ食べたいいいねうやややちゃんは大盛りお大盛りいいじゃないですかね。うちょっといろいろね、計画していきたいなと思ってます。はい。う皆さんねそう もうあのメンタルヘルスとか気にしないで <laughs> ねもう恥かいたって何したっていいんですよもうねガン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 プリンちゃん福岡わ <laughs> かりました <laughs> 今年はどこまでいけるかね頑張りますね、うん、青森ね行きたいし福岡も行きたいし北海道も行きたいしもう行きたいところいっぱいあるんですよ <laughs> ねうん まあ、そんな感じで、今夜もね、えー、お集まりいただきまして、ありがとうございましたね引っ張られた子、タ <laughs> コねまあ、そんな感じで、皆さんとね、えー、楽しい時間を過ごすことができて、今夜もありがとうございましただからね、回避行動とかね、うん、あのー、いいのよ、もう、うん、当たって砕けよ <laughs> みんな <laughs>、当たって砕けて、ね、うん、あのー ちょっとだけ反省して <laughs> またね強くなっていきましょうねうんガラスのハートもねうんそのうちもう本当に硬くなっていくから <laughs> どんどん,どん <laughs> 大丈夫よね <laughs> そんなわけで今夜もありがとうございました皆さんお元気で楽しい週末をお過ごしください <laughs> じゃあね